2016年7月15日金曜日、再びロートホルンへ、そしてクラインマッターホルンへ、ツェルマットからケーブルカー、ゴンドラ、ロープウェイを乗り継ぎロートホルンへ、北道を戻りツェルマットへ、ツェルマットからゴンドラとロープウェイを乗り継ぎクラインマッターホルンへ、9時20分、2連泊の宿、ベストウエスタンで朝食。オレンジジュース、サラミ、生ハム、フルーツカクテル、その他もろもろ。部屋のバルコニーにはいっぱいの花。右奥の山はオーバーロートホルン。スーツケースを預けてホテルはチェックアウト。10時13分ホテルを出発。ツェルマット駅前広場です。イーバスのバス停近く、右奥に一昨日の夕食のレストラン、ロゼストール。イーバス、電気バスのバス停、バーンホーフ。イーバスでスネガエクスプレスへ。川はゴルネラ川、30キロ下ってローヌ川に合流しレマン湖へ。11時5分、スネガエクスプレスのツェルマット駅へ到着。ツェルマットからケーブルカーでスネガへ。乗り場までは長いトンネルを歩きます。スネガエクスプレスは地下を走るケーブルカーです。標高1620メートルのツェルマットから標高2288メートルのスネガへ、高低差668メートルを3分で、長さは1545メートル、平均時速30キロの高速ケーブルカーです。11時15分、スネガ到着。急角度のきつい登りの階段が続きます。11時17分、晴天のスネガ、マッターホルンが美しいです。スネガからゴンドラでブラウフェルトへ。
11時18分ゴンドラに乗車。今日はね、うん、ありがとう。ブラウフェルトからロープウェイでロートホルンへ。11時26分ブラウフェルトから望むマッターホルンです。11時33分ロートホルン行き大型ロープウェイに乗車。11時42分マッターホルンを背にロートホルンへまっしぐら。11時49分ロートホルン着。ロートホルン展望台の高さは3103メートル。視界を遮るものはなく、マッターホルンをはじめとして4000メートル級の山々38峰を見渡すことができ、美しい名峰の姿を堪能できます。眼前の白い山並みはモンテローザ、マッターホルンなどのペンニネアルプス山脈、その先はイタリアです。マッターホルン、その山裾の谷、左にゴルナー川、右にツムート川、源流はそれぞれゴルナー氷河とツムート氷河。名峰マッターホルン、4478メートルの雄姿です。ブライトホルン、4164メートル、クラインマッターホルン、3883メートル。ヨーロッパで一番高い展望台があります。ゴルナグラートの山腹にリッフェルベルク駅と今夜の宿リッフェルハウス1853が見えます。フィンデルン氷河です。展望台のレストランで小休止。レストランの入り口に日本語でおはようございますの看板。あの川口の方です。50年前に住んでました。どこなの川口？並木町と飯塚町かな。飯塚町？うん、すごいすごい。私は本町だから。あ、そうなんだ。すごい近くなのかな。12時30分北道を戻ります。あ、お子さん3人いるの。3人。すごいね。すごいね。えらいね。高くなれ、高くなれ、高くなれ。眼下にシュテリコ、標高2537メーターが見えます。
12時44分、再びスネガです。12時50分、スネガエクスプレスでチェルマットへ。スネガエクスプレスのチェルマット駅からクラインマッターホルン氷河パラダイスへ。13時5分 E バスでマッターホルンエクスプレスへ。川はローヌ川の支流ゴルネラ川。ゴルネラ川の源流域にはゴルナー氷河やツムート氷河。13時11分、マッターホルンエクスプレス。チェルマットからフーリーへ。カラマツ造りの古民家、屋根は地元の鉄平石吹き。13時20分、フーリー着。標高1867メートルまでわずか5分。フーリーからシュヴァルツ勢へ。進行方向左側にゴルナー川が見え始めました。川上はゴルナー氷河です。ゴンドラはマッターホルンに向かってまっしぐら。マッターホルンエクスプレスとは言い得て妙です。ゴンドラは高度を上げ、左手にモンテローザ山塊が見えました。やや後方左側にゴルナグラード鉄道と今夜の宿リッフェルハウズ1853が見えます。目的地のブライトホルンとクラインマッターホルンです。13時30分、シュヴァルツ勢着。標高2583メートル。シュヴァルツ勢はスイス側からのマッターホルン登山の出発地です。間近に見るマッターホルンです。マッターホルン登山道も見えます。
標高3260メートルにあるヘルンリ小屋です。マッターホルンの初登頂は150数年前1865年7月14日でした。イギリス人4人とスイス人ガイド3人のパーティー、下山途中1人の滑落に巻き込まれ4人が1400メーター下に落下死亡したそうです。その悲劇の後、マッターホルン登山はブームとなり、鉱山に囲まれた辺鄙で貧しい農村ゼルマットは一大リゾート地へ変貌しました。ゴンドラはシュバルツェで大きく進行方向を変え、トロッケナーシュテックへ。シュバルツェよりトロッケナーシュテックへ。ゴンドラは大きく向きを変え、トロッケナーシュテックへ。そしてフルク川に向かって150メートル下ります。フルク川沿いのフルク駅通過、標高2432メートル、トロッケナシュテックへ再上昇。正面にブライトホルンとクラインマッターホルン。マッターホルンの塔壁を横目にトロッケナシュテックを目指します。トロッケナーシュテックで120人乗り大型ロープウェイに乗り換え、クラインマッターホルムへ。トロッケナーシュテックよりクラインマッターホルムへ。13時45分、トロッケナーシュテック、標高2939メートル。眼前にブライトホルンとクラインマッターホルン、レストランもあります。ここで120人乗りの大型ロープウェイに乗り換えです。ゴルナー氷河、ブライトホルン氷河、テオドール氷河。クラインマッターホルンとは小さなマッターホルンを意味します。頂きの方がマッターホルンに似ているためクラインマッターホルンと呼ばれています。頂上は標高3883メートル、ヨーロッパで一番高い展望台があります。富士山頂より107メーター高いです。レストランにピークショップ、ロッジもあります。クラインマッターホルンはグレーシアパラダイスとも呼ばれています。グレーシアとは氷河の意、氷河天国とでも訳しましょう。目の前に広がるのは万年雪と氷河の世界です。14時、クラインマッターホルン着。
14時4分ロープウェイを降り、30メートルほどトンネルを歩き、エレベーターで展望台下へ。さらに階段を上るとグレーシャーパラダイス、38座の4000メートル峰が眼前に広がります。展望台に十字架、登山者の安全を願い、神の加護を願ったものだそうです。見慣れない姿のマッターホルン南壁、イタリア領です。直近の山はドイツ語で大きな山を意味するブライトホルン、4164メートル。クラインマッターホルンが登山道の起点です。3820メートルまでロープウェイで行けるため、アルプスの4000メートル峰の中で最も登りやすい山とされています。ブライトホルン山頂4164メートルへは氷河の上を2時間半、4000メートル峰の初挑戦には最適だそうです。大部分は氷河に覆われています。初登頂は205年前の1813年です。展望台にはレストランがあります。14時36分、スパゲッティで遅い昼食、美味しくいただきました。15時25分、下山、ロープウェイとゴンドラを乗り継いで来た道を戻ります。ブライトホルンとクライマッターホルンの谷間、テオドール氷河の源流域です。マッターホルンの頂は雲に隠れました。15時40分、トロッケナーシュテック着。トロッケナーシュテックにてゴンドラに乗り換え。15時45分、ゴンドラ右手前方にゼルマットとティッシュが見えます。ツェルマットの中心街です。振り返ると降りてきたロープウェイとブライトホルンが見えます。15時55分シュバルツ勢を通過。右手にロートホルン、フィンデルン氷河、ゴルナグラート鉄道。15時56分、右手にゴルナー氷河。
16時、リッフェルハウス1853が右手に見えます。ゴルナグラート展望台も見えました。望遠レンズで撮影。16時15分、セルマット着。昨夜の宿、ベストウェスタンで預けていたスーツケースを受け取り、ゴルナーグラード鉄道セルマット駅へ。16時47分、ゴルナグラード鉄道ツェルマット駅です。17時24分発、ゴルナグラート駅に乗車。ゴルナグラート鉄道でツェルマットよりリッフェルベルクへ。17時43分、上空にパラグライダー発見。17時47分、3連泊の宿、リッフェルハウス1853に到着。17時55分、リッフェルハウス1853のフロントです。どこ行っちゃったんだろうね。どこ行っちゃったのかと思って。もうでバッテリーがないかもね、ママ。ホテルの近くにはスイスの聖人ブラザー・クラウスのチャペルがあります。築1961年。20時、夕食。21時、
暮れゆくマッターホルンです。